ろ家を出る時間ばいね。ハンカチ持っとうと？ポケットティッシュは？お財布、携帯、鍵、定期。うん、問題なか。バッチリ。じー。うん、見た感じ大丈夫。けど肝心のネクタイが曲がっとうよ。まだまだやね、荒波に挑む新社会人。ネクタイって締めにくかね。セーラー服のスカーフなら毎日しとうし慣れとっちゃけどね。あ、もういっそのことスカーフ巻きにする？愛らしかかも。冗談たい。あ、ほらちゃんとできた。見た目もよか感じ、曲がっとらんしずれとらん。ちゃんとしてほしかけんね。自慢のその彼氏やけん。ああと忘れちょった。ちょっと待っとって。実はね、腕によりをかけてかしわ飯のお弁当を作ってみたばい。はい、お昼に食べんしゃい。ちゃんとできとうかはあんまり保証できんけど。え、あ、愛妻弁当やなかやろ。まだ奥さんやなかやけん。まあその近か将来そうなるかもしれんけど。一日頑張れるよう、うちん元気分けちゃる。あ、ほら腕広げて。それそれそれ、ぎゅー。あ、愛らしかって。もう何も出らんけんね。あ、ほらぎゅー。結構君も甘えん坊さんやね。じゃあうちも顔スリスリしちゃろう。もう大丈夫。それじゃあ最後に、ほらかがんで。いいから。これで元気出たやろ。え、もう一回って何回もせんよ。もう仕方なかね。君のお願いは断れ。もう一回だけ。ほらもう時間時間。仕事はあんまり無理したらダメやからね。君の帰り待っとうけん。今日も一日頑張って。キーバつけて行ってきんしゃい。